真似語は、囲碁の戦法の一つで、相手の打った石から、天対シの位置に真似をしながら打っていくこと。白番で黒の打つ手を真似していく。白番真似語と、黒で、第一着を天元に打ち、その後白の真似をしていく、対抗後の二種類がある。数は、白番真似後の局面の一例である。白番で黒の手に追随して打ち進め、相手がミスをしたら、変化する戦法を。 藤沢放災が得意とした。対策としては、模様の張り合いに持ち込み、天元に打ってより大きな模様規模を確保するもの、中央付近で戦闘を起こして、天元を切り札として打つもの、市長を利用するものなどがある。市長作戦は、隅で市長を発生させて、中央で激突するように打つもので、1961年に杉内正夫が開発した。 このまま市長を追いかけ合うと中央でぶつかり、白が取られてしまうので何らかの形で回避しなければならない。回避しても白に良い図はできず、当時白版真似子破りの決定版と呼ばれた。対抗語という名称は、語を知らなかった豊臣秀吉が語を歌ねばならなくなった時、進化の者の,の入れ知恵によって、第一着を天元に打ち、あと、相手の真似をして一目勝ちを収めたという逸話に、 由来する。ただし、その気になれば、語を知らない相手に、対抗語を打たれても回避は容易であり、秀吉自身も実際には、かなり語を足しなんでいたことから、この話は、後世の作り話であろうとされる。史上有名な対抗語としては、語を制限が来日初手合で、北に実る相手に打ったものがある。語は63手目まで真似を続けたが、結果は、 北にの名手もあり白の三目勝ちに終わった。対抗後は、コミなしの語で一目勝ちを目指すならある、程度有力な戦法であるが、現代では六目半のコミを出すのが容易でないため、打たれることはない。藤沢放斎はかなり長期にわたって、真猫を打ち続けたが、創造性に欠けるなどとして、評価は決して高いものではなかった。また白番真猫は、 対策が進んだこともあって勝率は5割を切ったとの統計もあり、先方としても有効とは言い難い。対策を知らないアマチュア相手には、ある程度力を発揮することもある。ありがとうございます。